おはようございます、カスカベツムギです。おはようございます、アメハレハウです。ペンライトの高田さん、韓国アイドル事情に詳しいことを告白してしまう。あわわ。ジャニーズの出演を問題視していて、韓国の慰安婦団体正義連の流れを組む日本の慰安婦問題団体希望の種基金の運営メンバーが中核を担っているペンライトだね。そうだよ。そもそもなんでそんな人たちがジャニーズ問題に関わってるの？わからない。うん。そんなペンライトの高田さんがウェブメディアの動画取材に登場しました。あわわ。まず冒頭の高田さん紹介画像からすごい。どん。あわわ。まだジャニオタって言ってるんだ。そうだよ。なぜこのタイミングで取材に？気になるよね。みんなに注目してほしいのは、この取材をしている記者は中立なのってこと。というと？記者が中立じゃなかったら、それは世論誘導したいプロパガンダ的な動画になるでしょう。確かに。それでは内容スタート。質疑の再現は私が記者さん、ハーガタカダさんを務めます。発言内容は要約したものになるので、全文を知りたい方は概要欄に文字起こしリンクを貼るので、そちらをどうぞ。了解。記者、ホームページでファンの声を40名公開されていて、ファンを辞めようとしている方も結構いましたが、どれくらいいると思いますか？ちょっと待って、ファンの声なんてホームページに載ってた？マシュマロだよ。うん。匿名で誰でも送れるマシュマロ。疑いもなくファンの声であるかのようにこの記者さん言ってるの？そうだよ。最低限どうやって集めた声なのか、匿名で集めた声って注釈しないとダメじゃない？何の知識もなくこの動画を見た人が、匿名の誰でも送れる意見だなんて思わないでしょ。そうだね。そんなところで引っかかってたらこの先やってけないよ。はい。高田、ファンを辞めるって方も全然いらっしゃると思うんですが、そんなに多くない。ただジャニー喜多川氏の性加害とは別の部分で不信感を感じてるファンも多いと思う。というと？この部分は後に触れるので、とりあえず後回しよ。記者、40名のファンの声の中には、推しているアイドル全員が喜多川氏から性的虐待を受けていたのではないかというふうな想像をしている声もいくつか見られました。あのさ、これもろにじ加害でしょ。どん。これは？ペンライトが作った資料。ジャニーズ事務所に対して、無根拠な憶測や発言は許さないという姿勢を明確に示せと言ってる。明らかに記者の発言はペンライトが許さない発言じゃん。じゃあ当然この後で高田さんはこの記者をたしなめるんだよね。見てみよう。アイドル全員が性的虐待を受けていたというマシュマロのファンの声に関する質問が続く。記者、こういう印象というのは今後ジャニーズの人気にどういう風に影響してくる？これあんまり想像してもしょうがないところではあるんですけど。高田、笑い。はい。高田さん、思わず笑ってしまいました。なんで？ジャニーズの人気が下がるって想像について質問されてたから。ジャニーズの人気が下がった想像をしてのリアクションと考えるのが自然じゃない？うん。というかこれ2個目の質問でしょ？そうだよ。あんまり想像してもしょうがないことなんですけど、なんてつけるしょうもない質問をする順番じゃないでしょ。そうだね。思わず笑ってしまった高田さんによる回答の続きいくよ。高田、被害に遭った方に落ち度はないし、被害に遭ったことは恥ずかしいことではないと思っています。なので被害に遭ったからその人のことはもう応援しないみたいなことを言うべきではない。被害に遭っているか否かということは知る必要はない。今まで通り笑顔で活動を続けていてくれれば、私たちも変わらない姿勢で応援し続ける。ジャニーズの出演を問題視しておいて、笑顔で活動を続けてくれればってやばない？やばいね。というか憶測を語るファンの声を紹介した記者へのたしなめはなかった。やばすぎだろ。というかその憶測マシュマロを公開した本人が高田さんだし。うん。記者、性加害の上に成り立っていたと思うと、ジャニーズにお金を使うことを反省、加害に加担しているような気持ちになっているという声も見られました。こういう方は結構いますか？それファンかどうか疑わしいペンライトと匿名のマシュマロの意見だよね。はい。はい、じゃないが、高田、私自身も悩んだので、そういう方はすごく多いんじゃないかと思います。自分がそうだったから同じ人がすごく多いという思考、根拠のない妄想に近いのでは？そのような考え方もできます。うん。高田、
応援できない時にそのまま静かに降りるという選択肢もあると思うんですけど、私はむしろ事務所にきちんと対応してほしいと言っていく必要があるというふうに考えてます。活動家しそうだね。ここから記者さんの質問の方向性がおかしなことになる。すでになっているという声もあります。記者、 K-POP のファンのグループはそのグループに問題を見つけると不買運動もするし、事務所にポストイットを貼りに行く、そういう形で行動に移すという K-POP アイドルファンの声もありました。またソースはペンライトの匿名マシュマロ。この記者さん、自分で取材しないの？可能性はあります。むむ。続き、記者、そのような声から K-POP ファンの哲学のようなものを感じたんですけど、日本のジャニーズファンのあり方についてどう思いますか？なんで K-POP ファンと日本ファンを比較するの？わからない。この質問もすごいけど、高田さんの返答がもっとすごい。高田、その問題はアイドルファンに限らず日本全体の問題でもあると思っていて、主語がでっかい。高田、自分たちが声を上げて社会を変えていくという実感を持っている人があんまり日本にはいないと思うので、声を上げずに黙って去っていく人がすごく多いと思うんですよね。あのさ、どうしたの？社会を変えていく人があんまり日本にはいないって比較の話だから、他の国について詳しくないと言えない発言だよね。そうだね。高田さんはどこの国に詳しいの？それは後々明らかになるかもしれない。うん。っていうか、さっきはファンを辞める人はそんなに多くないと思うって言ってたのに、今度は黙って去っていく人がすごく多いと思うって言ってるんだけど、忘れたんじゃない？自分の発言設定適当すぎでしょ。続き、記者、確かに言われてみればそうですね。この記者、説得力ゼロの高田さんの発言のどこに確かにを感じたのだろうか。高田、韓国のアイドルにはあまり詳しくないんですけど、ファンクラブの形も国によって違ったりしていまして、高田さんは韓国のアイドルには詳しくないんだね。怖いんだけど。高田、ファンが中心になってファンクラブを作ったり、コミュニティがすごく大きいファンダムもあると思うんですけど、ファンダム？ドン。 Google で検索すると K-POP のファンコミュニティについてのページや説明がトップに出てくる。あ、ファンダムっていうのは K-POP コミュニティで主に使われる用語みたいだよ。韓国のアイドルに詳しくないはずの高田さん、どうして？高田さんによる説明続き。高田、日本のジャニーズ事務所のファンクラブっていうのは、事務所がファンクラブを設立してみんながそこに参加して事務所から与えられた情報を受け取るっていう立場なんですね。すべてのオフィシャルファンクラブがそうでしょ。日本とかジャニーズとか関わらず。そうだよね。それを受けて記者、そうなんですか？け、知識ゼロで取材しに来たの？インタビュアーの手法として、調べてるけど何も知らない設定で質問する場合もあるから、この人もそれかもしれない。うん。記者、じゃあこう言ったらあれですけど、管理されていると。記者、何言ってるの？それを受けて高田さん。高田、そうですね、笑い、そうなります、笑い。高田、これさ、北川氏の性加害とは全く関係ないメガキャンプの話を、ファンかどうか疑わしい人と知識がなさそうな記者がしてるんだよね。イービル。高田さんの返答続き。高田、他のアイドルグループは韓国だけじゃなくて日本で活動している別の人とかでもファンが広告を出すとかってあると思うんですけど、セルイン広告とか言われてる広告をファンが出したりするという。セルイン広告？何それ？ドン。これは韓国のアイドルに詳しくない高田さんが使った用語の知名度が低いので、韓国のアイドルファンから生まれた文化という説明をつけてくれた動画の編集者さん。セルイン広告って韓国発祥の用語だったの？そうみたいだよ。韓国のアイドルファンに詳しくないはずの高田さん、どうして？高田さんの話の続き。セルイン広告はファン有志が推しの画像を使って広告を出すんですが、ジャニーズファンができるかっていうと、おそらく絶対にできないだろうなって。おそらく、絶対。高田、ジャニーズ事務所が肖像権にものすごく厳しいので、ファンが自主的にやるっていうことが非常に難しいんじゃないかと思ってます。これ何の話なの？ペンライト、ジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会発起人の高田さんによる
セルイン広告ができる韓国と違って日本のジャニーズは遅れているという話。セルイン広告と性加害って関係ある？可能性はありません。うん、記者、勝手にファングループってできるもんなのかなと思ってたんですけど、その方が足並みを揃えやすい何かがあるんですかね。行動を誘導しやすいっていうか。あのさ、ファンが勝手に作った非公式ジャニーズ応援サイトはたくさんあるでしょ。ジャニーズ情報を発信している非公式ツイッターアカウントはたくさんあるでしょ。記者は調べてないの？そういう知らないふりをする取材手法も。続き。高田、今回もそのファンの中でジャニーズ事務所を擁護する方もたくさんいて、事務所が大好き、事務所がいることにはきちんと従った方がいいっていう考えの方もすごく多いので。記者、え、すごいっすね。笑い。高田、すごく統率が取れるような形になっている気がしてます。取材手法じゃないでしょう。か、可能性もないよ。ごめん。っていうか高田さんは自分たちの意に反するファンを事務所が大好きっていうことに従った方がいい、こういう風に見てたんだね。全員じゃないだろうけど、そうみなしてる人もいるみたいだね。推しを傷つけたくないから推移を見守りたいと考えるファンは視界に入ってないの？そういうマシュマロは届かなかったの？わからない。この動画の最後はファンクラブと住所の話になる。住所？ジャニーズのコンサートはファンクラブに入らないと実質チケット購入が不可なんだけど、その加入条件が本名であること、日本国内に住所があることなんだよね。転売ヤー対策でしょ？そういう側面もあると思う。それがその問題かのように高田さんは語りつつ、トラビスジャパンというグループの話になる。高田、アメリカでデビューしたグループなんですけど、そういったグループでもファンクラブには外国からは入れないんですよ。記者、日本の方じゃないとファンになれないんですか？高田、そうなんですよ。ちょっとおかしいですよね。いやいや、ファンにはなれるでしょ。オフィシャルファンクラブに加入できないだけで。そうなんだよね。でも記者による、外国の方はファンになれないんですか？という問いに、高田さんは間髪入れずに同意してるんだよね。なんなのもう。というわけで高田さんのインタビュー動画、第1弾でした。第1弾？いや、すごかったね。第1弾って何？この取材、実は3部作でこれはその序章なんだよ。これ以上はもう無理だよ。コメントで要望が多かったら最後まで動画にしますね。やめようよ。ちなみに省略したけど、高田さんと記者さんはジャニーズが楽曲のサブスクを解禁していない点も疑問視してます。県内とって何の団体なの？第1弾動画での高田さんの主な主張をまとめるね。この問題でジャニーズファンを辞める人はそんなに多くない。韓国のファンダムのように声を上げるべき。静かに去っていくファンはすごく多いと思う。これはアイドルに限らず日本全体の問題。ジャニーズ事務所はファンを管理している。韓国等で流行っているセルイン広告を日本ではできない。ファンが自主的に活動をすることが難しい。事務所が統率を取っている形。日本の住所がないとファンクラブに入れない点に疑問。サブスクを解禁しない点も疑問。韓国のアイドルには私はあまり詳しくない。あのさ、高田さんはどの立場でこんなジャニーズに対するネガキャンみたいなことしてるの？ジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会の発起人で、韓国のアイドル事情にあまり詳しくないと自称していて、ファンダムやセルイン広告といった韓国アイドル文化の用語に詳しい。コンサートはデッドだと思っている10年以上のジャニーズファンという立場から。なんてこったい。というわけで今回はここまで。記者の中立性が怪しいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 Twitter が凍結したので新アカウントホットケーキくんの登録お願いします。